は一番簡単にできる300ピースのジグソーパズルの話をさせていただきたいと思います。ジグソーパズルの300ピースって子供ができるととっても嬉しいですよね。500ピースだとちょっと大きすぎるし、それこそ1000ピースとか2000ピースだと大人でも嫌になっちゃうけれども、100ピースだとちょっと簡単っていう小学校3年生未満の子供たちにはジグソーパズルとてもいいと思います。いろいろあります。こちらは隣のトトロ、そしてこちらディズニー、そしてこちらがディズニーの他のいろんなキャラクターです。今日はこのパズルの子供に最適なやり方っていうのをご紹介させていただきますけれども、それ以前に大人がきちんと選ばなくちゃいけないのは簡単なパズルを選ぶところです。今回隣のトトロ、そしてディズニーのもの、そしてダンシングパーティー、この3ついずれも300ピースなんですけども、比較的ですね簡単にできるので、私がどこを選んだかをですねご紹介させていただければと思います。一番重要なのは隣のトトロ、こちらがですね簡単にできるかどうかっていうのを大人が選ぶのが一番重要になります。その時にどこを注目すればいいのかっていうと、こういうところの線です。横線があるとすごいパズルを見つける時に簡単に見つけることができるんですね。なのでこちらはここの上の白と空の線、そして下の部分の白い線とこちらの緑、ここの線の2つであります。この2つの直線があるとどのパズルがこっちかこっちに当たるのかっていうのがすぐ分かりますね。例えばここの部分だと白と緑のジグソーパズルを選べばいいですし、上のところだと白と青のジグソーパズルを選べばいいです。そうすると最初に外側のジグソーパズルを作るんですけど、その後にここの横線の部分が簡単に見つけることができます。あと下に文字があるんですけど、文字も同じように我々選ぶときに選びやすいので、この隣のトトロっていうのは、横線が2つあること、そして隣があること、そしてここの灰色のところの絵ですね、これトトロですよね。トトロの、ジグソーパズルをすぐ選べるとこ、そこがポイントになるので、隣のトトロは比較的やりやすいもの。それでは次のパズルをご紹介します。今回選ぶ中で多分これが一番難しい部類のパズルになります。それでも選んだのでちょっと簡単なのは選んだんですけど、それでも難しいです。なぜかっていうと、先ほどのように横線がないですね。ここにある線っていうのは道路の線と手すりの線だけど、手すりの線も斜めになっていたりとちょっと難しい。あとはここの窓のところ、ここの部分は線があるので比較的見つけやすいかなと思います。ただ考えなくちゃいけないのはこの色のゾーンというですね、同じような色がたくさんあるもの、こういうのはどこのパズルかっていうのを実際見ることが難しいので、かなり難しくなってしまいます。だから同じ色がたくさん、例えばパズルで全部が真っ白なパズルっていうのはものすごい難しくなってしまうんですけれども、このように似たような色がたくさんある部分が大きいもの、これはちょっと難しいかもしれません。一方で隣のトトロなんですけど、色の違いはあるんですけれども、濃い緑、薄い緑っていうふうに分かれています。あとは青っていうのが分かれていますし、それぞれの部分の面積がここの全体の中の大きな部分は占めていないんですね。なのでこちらは比較的簡単なもの、一方でこちらは色のゾーンっていうのがあるので難しいものになります。もちろん一番好きな色のパズルを選ぶ、好きな絵のパズルを選ぶのが一番だと思うんですけど、そこがちょっと難しくなってしまうのかなと思います。じゃあ同じようにですね、ダンシングパーティーっていうディズニーのものなんですけど、これはどうでしょうか。これはですね、実は、ここの四角の部分だけじゃなくて、ここのダンシングパーティーって書いてあるものとか、ここの絵の部分が一緒になったこの白枠の部分がこのパズルになります。なのでここの横の部分、縦の部分、横の部分、縦の部分、ここが一周がですね、先ほどのトトロの横と同じように出てきます。じゃあトトロ見てみましょう。
トトロの部分では横線横線が追加でありました。こちらのダンシングパーティーは横線横線に加えて縦線もあるんですね。なのでまず一番外側を埋めた後にここの線のラインっていうのも比較的簡単に埋められます。そして下の部分なんですけど、このダンシングパーティーっていう文字が書いてありますので、ここの文字のところ、そしてここも全体が白ではなくて、絵が書いてありますので非常に見つけやすい。だから300ピースの中でもここの外側でかなりの部分は占めますので、実際ここにあるピースでは200ぐらいかなと思います。さらにこれを注目して近くを見ていただくと、ここの床の部分とお人形の部分ですね、ここにも横線があるんです。ここにも横線があるので、全体の枠を締めた後に内側の枠、さらにここの横線まで作ることができるので、人形自身の顔っていうのは非常に似通っているので難しい部分ではありますけれども、実際しなくちゃいけないのはここの部分ですね。だいたい150から200ピースくらいだと思いますけど、ここさえできれば完成します。なので子供とやるとき、お子さんとやるときにですね、300ピースだと途中で嫌になっちゃったりとか、もうやりたくなくなっちゃうっていうことも多いと思うんですけれども、かなり少なくするので、例えば100ピースとか50ピースとかであればなんとか頑張ってですね、形で絵を合わせるっていうこともできると思います。なのでここの部分はすごい難易度は高いんですけど、全体的には簡単な部分があるので、まあ、こちらが一番簡単なもの。そして同じく2番目がこれなんですけど、これは外の部分は少なくしてはいるけれども、まあ、先ほどのよりはちょっと多いです。しかしこのトトロの色が見つけやすいこと、薄い緑、濃い緑、そして空の色っていうので分かれることができるので、総合的に見るとこちらの方がもしかしたらやりやすいのかもしれません。一番難しいのがこちらですね。ゾーンがあることと、ここの線がここしかないのでちょっと見づらい。だから300ピースのパズルを子どもたちがやりたいっていう時に、お父さんお母さんとですね一緒に見てもらって、比較的やりやすいのからスタートするのが一番だと思います。慣れてきたらこっちの方はですね、実は光ったり、夜光ったりしたりですね、あるいはミッキーとミニーがですね非常に大きくて、色もですね夕焼けで非常に綺麗なんですけれども、パズルの難易度としては難しいので、少し慣れてからこういうのにチャレンジするといいかなと思います。Thank you.
Thank you.